どうも、みほし TV のみほしです。さあ、ということでですね、実は、今回ね、また旅を始めてまして、で、今回はね、静岡県とか、あと山梨県とか、そのあたりをね、ふらふらしようと思って来ております。今回の動画はですね、日本平と、まあ、知ってる方も、多いと思うんですけれども、超久々に、ヒルクライム企画です。久々じゃない？みほし TV でヒルクライムするの。めちゃめちゃ久々ですよね。普段私登んないからね。嫌いだから。うん。でもこの日本平の頂上からは結構ね、いい景色が見えるということでですね。まあ、せっかく静岡県に来たんだから、いい景色を求めて、ちょっとね、山の一つや二つ登っておこうじゃないのということで、これから日本平ヒルクライム頑張りたいと思います。頂上からの絶景を皆さんにお届けします。お楽しみに。それでは行ってみましょう。はい、ということで日本平ヒルクライム達成、イエーイ、制覇しました。制覇、まあ大体30分ぐらいですかね、かかったんですけど、まあゆっくり登ってきながら、まあ途中途中でね、いい景色を見つつここまで、登ってくることができました。しかもさっきまでは見えてなかった、後ろにちょっと見えてるの分かりますかね、富士山がさ、ちょっと雲かかっちゃってるんだけれども、しっかりとね、富士山見れることが、今できております。じゃあ私がここに登ってくるのに合わせて富士山の空気読んでくれたんだと思う。ぜひね、静岡で自転車乗る、機会があったらね、この日本平登ってみてください。
綺麗よ、めちゃめちゃ。はい、ということでね、三星の松原ちょっとねサイクリングしてみたんですけれども、三星の松原を私の聖地と認定させていただきます。いやーい、まあ名前をね、三星の松原、あ、違う、三保の松原、あれ三星の松原、あれどっちだっけ、どうしようかな、三保の松原ですね。とてもいいところでした。ぜひね、まあ自転車乗るのすごくいいと思うんですけど、静岡に観光に来た際はね、皆さんもやってみてください。